どうも白石秀則です。はい、昨日ですねマーゼルさんサプライズリリースがございました。カウンターアタック、これ攻撃的なタイトルですね。コンポーザーはおなじみアリサさんでございます。ツアーがですね昨日から福岡市民会館から始まりました。 Join us in the parade、 そして新曲もサプライズ投下ということで、さすが粋なことをやってくるなと。僕もね香川公演行くことになってますので、めちゃくちゃ楽しみなんですよね。隣の県だしね、行くの楽ちんだし、しかもまあまあ小さいキャパなんで、めっちゃ身近にマーゼルさん感じれるんじゃないかなと。私ワクワクドキドキの来週、そういうことでそのカウンターアタックもう予習しとかないとまずい。これリリックビデオとかミュージックビデオ出るかもしれない。でも私待てません。予習しとかないといけないということで、カウンターアタック私も今現在朝10時前ですが聞いていきたいと思います。アリサさんも反撃の曲だと X でポストしておりましたが、さあどんな曲なのか聞いていきたい。攻撃的な曲なんでしょうか。せーの、ポチリ。かっこいい。おお、ここがコードが違うの。あ、かっこいい。いいね。チクチクチク。パパパパパ。おお、ブリッジかっこいい。すごい。わあ、なんかその BMSC 俺バットも最後思ったけど、海流のあのフェイクというか階段がぐんぐんぐんと音符が上がっていくあの歌い切りのところとかも聞いてて、
まあ、それもともと帰る歌すごいけど、さらに開花している理由をちょっと考えて、まあ、他の BMSG アーティストのことも考えたんだけど、やっぱ BMSG ってこの人にこの責任を課すというか、あなたは歌すごいよとね。なんでこうポテンシャルめちゃくちゃ上がるというか、スカイハイがドラゴンボールでいうカリントンみたいな、カリントン登ったらめちゃくちゃ強くなるんですよ、悟空がね。それで水を飲ますんですね。これをのこのね、水をこの飲むとめちゃくちゃ強くなる、超新水だったっけな。でもね、これそれその 超新水を飲むまでにめちゃくちゃ水をするわけよ。そのカリン様からその水を奪わないといけないからね、修行するわけで、最終ようやくその水を手に入れてね、飲むわけですよ。で何も変わんない、ね、ただの水の超新水っていうのは、その水をこう手に入れるためにこうカリン様と修行した、ね、それが超新水の意味なのよ、ただの水なのよ。だから本当にね、そのスカイハイさんがカリン様でね、本当にうまいのよ、上手。俺はここをしっかり全うする、まあ、褒め上手でもあるし、だからもう本当生徒もラップすごい良くなってる、タックンの声もめちゃくちゃ良くなってる、もともと安定した隆起もいろんな引き出しができている。でランがね開花したじゃん、低い声もいけるようになってるじゃん。でもうミドルボイスも素敵な声を出すじゃん。でトムトムの芯のある声で、直江も歌い方のこの幅が広がってる。直江の声あんまり別にそこまでだったのよ俺最初。でもすごいやっぱキーになる声になってんだよね今すごく。直江やってたもん、僕の中で美人美獣って感じだったけど、声もねやっぱすごく魅力があるんだよね。そしてもう最近エイキの何、俺そもそもエイキはエイキのまんまだったのよ。そのあんまり垢抜けないとこもなんか俺は好きだったんだけど、もうさすがに垢抜けてきてめちゃくちゃかっこいい。なんかもう別に美獣とかそのままなんだけど、なんか目力とかがまたさらになんかかっこいいっていうか、何しても目が離せなくなってきてるし、本当にねまた BMSG のアーティストマーゼル一人一人が伸びてんですよね。いやマジで BMSG のスカイハイさんはもうカリン様やわ、ほんまに。アリサさんこれまたいい曲作ったね。なんかこうアリサさんの X 少しと覗かせてもらったんですけど、まあ明るいコードのとこ海流確かに言ってたし、なんかこうここはリーダーであるタックに行ってほしかったとか、やはりこうコンポーザー の思いがあって、うん、でやっぱこう仕掛けがたくさんあるね。トラックの中にこう効果的な音がしっかり入ってて、もう一回聞いちゃいたいというおじさんです。せーの、ポチオさん。まだサビがかっこよかったよね、ノリがあって。これは ジーンズのタグ？僕らが答えでしょう。コードね。本当に歌、歌唱でこんだけ見せれるやつっていないよね。明確にパフォーマンス、アーティストとして、シンガーとして、またマーゼルが説得力増してるね。いい声。キラリンっても入ってる。プリン。バン、ツッドン、バン、使ってこっとん、バン。あ、ここら辺はもう、アリサさんっていうメロディーだね。チキチキチキ。あ、素晴らしい。
いいね。これを見たい、これを。いい声。これの歌い終わりがすごい。できない。ボーいやー、6月8日、香川楽しみ。カウンターアタックも絶対聞けるだろう。めちゃくちゃ楽しみ。ミュージックビデオも出るのかな、リリックビデオも出るのかな。とにかくめちゃくちゃいい曲、キャッチーだけども、みんなの成長が感じられる一曲になってます。マーゼルが答えでしょ。